サンキューネクストは2019年2月8日に発売されたアリアナグランデの5枚目のスタジオアルバム。2018年8月に発売され大ヒットを記録した前作スウィートナーから約6ヶ月という短いスパンで発売された。前作発売から間もない11月3日にアルバムからのリードシングルサンキューネクストをデジタルシングルとして突如リリース。 同曲は当時婚約を解消したばかりだった、ピート・デビッドソンや、コ・マック・ミラーなど、過去の恋人たちの実名を挙げながら、ありがとう、次に行くわというメッセージを送る内容となっており、世界中のファンやアーティストの中で、ディストラックとは違う、正直すぎる曲として、話題となった。リリースから3週間後に公開された、ミュージックビデオは2000年代にヒットした人気の、ラブコメ映画、 Mean Girls, 13 Love 30, 13 Love 30, Cheers, キューティ b l o n の4本の場面の一部をリメイクし、制作されており、一部オリジナルキャストも出演している。これらの効果により、同曲は、世界64の国と地域の iTunes シングル、チャートで1位を獲得、さらには、自身初の全米シングルチャート1位を初登場で、獲得した。その後も勢いは衰えず、 全米通算71位、YouTube でのミュージックビデオの再生回数が歴代最短の11日で1億回を突破するなど自身最大のヒット曲となっている。11月7日に公開された前作収録のグリージンのミュージックビデオ内の駅の時刻表がスクリーンに映るシーンで行き先として表示されている Needy, Remember, Imagine などが ニューアルバムに収録される曲のタイトルなのではないかと噂され、実際にニーディーとイマジンが本作に収録された。リメンバーは後に他の歌手に楽曲提供された。2019年1月18日にアルバムからのセカンドシングル7リングスをリリース。同曲ではミュージカルサウンドオブミュージックの有名な楽曲、 私のお気に入りをサンプリングしている。タイトルや小道具に日本語が多用されているミュージックビデオは公開から24時間で再生回数2360万回を突破した。全米シングルチャートでは前作に続き初登場1位を獲得した。7リングス発売後、自身の手のひらに曲のタイトル、日本語約7つの指輪を略した。 七輪という文字のタトゥーを入れたことを SNS で報告した2月8日のアルバム発売と同時にサードシングルブレイクアップウィズ・ユア・ガール・フレンドアイ・エムボードをリリースイギリスではシングルアルバム両チャート同時1位という前衛チャート史上女性アーティストとしては初の快挙を達成したビルボードホット100においてもブレイクアップウィズ・ユア・ガール・フレンドアイ M ボードが初登場2位を獲得。同時に4週連続で1位を獲得した7リングスとアルバム発売によって3位に浮上した3級ネクストによってシングルチャートのトップ3を独占することとなり、1964年のザ・ビートルズ以来半世紀以上ぶり、女性アーティストとしては史上初となる快挙を成し遂げた。また、アルバム収録の全12曲が 同チャートトップ52ランクインし、うち11曲はトップ42ランクイン。女性アーティストによるトップ40同時ランクイン曲数を更新した。それまでの記録は、カーディビーの9曲。発売1週間で36万ポイントを獲得し、全米アルバムチャートにおいて初登場1位を記録。ストリーミングチャートにおいても、 2017年3月25日付チャートで1億2670万回をマークし初登場1位を記録したエド・シーランのリバイドを超えるポップアーティストとして歴代最高の週間ストリーミング数3億7000万回を記録し堂々の1位を獲得したありがとうございます